大橋彩香です。それでは早速本日のゲストさんに登場していただきましょう。どうぞ。はい、皆さんこんばんは。田所あずさです。よろしくお願いしまーす。ありがとうございます。なんか久しぶりだね。いや、ね、こう対面して。あとここのスタジオで二人で喋るっていうのが、すごい。そう、昔やってたね。ね、ラジオがあってね、初めてを。なんか懐かしいね。ね、あれ以来私文化放送さんでレギュラーやってないから。あ、そうだそうなの。じゃあもう本当に久しぶりだね、なんかこうやってね。ありがとうございます。こう、昔から知ってくださってる方は、あ、なんか懐かしいっていうのを、あ、そうかもしれない。感じていただけるかもしれませんね。はい。うんうん、はい、でね、あずさちゃんは10月25日にサードアルバム So What を、リリースされたということで、はい、今日はそのアルバムについていろいろお話ししていければなと、あとはそのプライベートの話とかもね、なんかいろいろできたらと思うんですけど、はい、はい、いやーアルバムすごいね、うん、なんかもうこう。もう制作陣もめちゃめちゃ。そうなの。すごいし。また豪華にしていただいて。うん、がっつり9メガヘルツさんにも今回お世話になっていて。うんうん、ね、そうだよね。そうそう。ほとんど。ものすごいね。もう強い曲が。強いね。盛りだくさんで。ね、なんかもう全部曲好きみたいな感じ。あ、嬉しい。そう、全部、あ、もう全部プレイリスト入れようみたいな。そんな感じの、もう全部強い楽曲ばっかり、うん。そうね、上がる曲とかがすごい多いんですけど、うん、まあ中でもやっぱりリード曲のストーリーテラーはやっぱり推し曲で、うんうん、あ、うんうん、そう、今回はあの、純真オールウェイズとかも作ってくださった堀江翔太さんっていう方に、うんうん、作詞、作曲ってどっちもお願いして初めて。編曲までやってる、ね。そうそう、もう、堀江さんの曲も、まるまる。そうそう。それで今回もすごいそのなんか爽やかでキャッチーな楽曲なんだけど、うん、めちゃくちゃ熱いみたいな。そう、ちょっとエモい感じだった、ね。そう、エモいエモい。まさにエモい。エモい。そう、この間一緒に出たアニーチとかでも、うんうん、あの歌わせてもらってストーリーテラー、うんうんうん、もうね、あの全然まだ発売してなかったんだよ、ね、そうだね、その時は。そうなのにもうすごい盛り上がってくれて、ね、でもきっと曲のね、うん、キャッチーさとか力じゃないかなと思ってね。確かにすぐね、なんか乗れそうというか、そうそう、声出せそうな感じというか、そう、歌ってても楽しいのでね、本当にありがたいリード曲をいただいたなって感じでした。あら、うん、じゃあね、そんなねストーリーテラーをねちょっと聞きたいなって思うんですありがとう。ちょっとコーナーがございまして。え、何？こちらのコーナーでございます。わがままミュージックパッド、こちらは私が好きな曲を皆さんにご紹介するコーナーなんですが、はい、まあ今日はもちろんこの曲ということで、あのね、あの、あずさちゃんお願いします。ありがとうございます。はい、それでは、さっき話しました。こちらの曲聴いてください。はい、ということで、ストーリーテラーをお聴きいただきました。ありがとうございます。いやー、いいですね。もう、嬉しい。あずさちゃんにぴったりっていう感じで。そんなありがとう。いや。なんだ。はい、ということでね、あのね、メールも届いているので、嬉しい、ご紹介していきたいと思うんですけれども、ラジオネーム国大さんからいただきました。ありがとうございます。ハッシー、そしてゲストの田所あずささん、こんばんは。こんばんは。田所さんのアルバム So What は本当にいい曲揃いですよね。一言で言うなら強いです。あ、そうです、まさに。あ、さっき言ったね、うん、ロックサウンドからバラード曲までいろいろな曲があり、約1時間、本当に楽しい時間を過ごせます。さて、強いといえば付き合いの長いお二人ですが、これまで一緒にいた中で最も強く印象に残っている出来事は何ですか、だそうです。なんだろう、強い。強く。強く。いろいろあるけどね。そうね、うん。もうなんだかんだで、もう5、6年ぐらいの付き合い。うん。になる ?5、6年 ?2011 年。いや、そうだね。2011年ぐらいに出会ってる、ね。うん。2011年の。じゃあ6年ぐらいか。しかも初期の、なんか間ぐらいに。何月だっけ最初に会ったの。東京公演。東京のオーディションで会ったから、うん。そうだね。そう。そっか。じゃあ、何月だ、なんか7月とか。うん、結構もう夏だったよね。暑かった気がする。ね、だって、なんかあずさちゃん、なんかこう、袖なしのなんか服着てたり。いやー、めっちゃ覚えてるじゃん。怖い怖い。確かに、まあね、いろいろ。なんかその頃のあやかちゃんは、私は、笑顔が自慢ですみたいなこと言って言ってた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 よ。なんか、
そう、笑顔が笑顔がって言っててね。マジで。すごいなどんだけ自分の顔を売るんだよ。いや、そういうことじゃない。みんなはね、元気にしたいみたいな気持ちがね、あって。でも今ではすごく自然体で面白いなって、逆に笑顔になっちゃう。いやいやいやするけど、ね、なんかさ、昔の映像を見るとさ、うん、やっぱちょっと作ってんなって思わない？いや、思う。そう、やっぱその、やっぱり用意してくるもんね、ちゃんとさ、準備した上で、何がいいんだろうって考えてさ、覚えていかないと言えないじゃんだった、そうだね、あのところでさ。うん。そうそう。ね、だ一番最初とかなんか自己 PR だったもんね。うん。そう、しかもなんか自己 PR ってオーディション受けるの初めてだったから、うん、なんかネットで調べたら1分くらいに自己 PR の文章を考えていくといいでしょう、みたいな書いてあったの。はは。ネットにね、うん、でさ1分ぐらいの文章を覚えてさ言ったらさえ30秒でお願いしますみたいな言われたよね。覚えてる？そうだったっけ？そうだよ、30秒って言われて。そんな短かったっけ？そう、しかもなんか文章みたいなのは、うん、あの言われてもそんなあれだから、なんか特技とかやってくださいって言われて、もう全没になるっていう用意していったやつ。悲しいね。そう、悲しかったの。そっか、私何も考えていかなかったな。でも何やったの？ちなみにすごい気になる。全然覚えてない。嘘でしょ。全然覚えてない。何やったんだろう。でも本当にもう多分、大橋彩香です、何歳です、趣味やなんとか、特技やなんとかです、なんかよろしくお願いしますぐらいしか言ってないかも。あ、そうなんだ。わかんない。シンプルだったんだ。全然覚えてない。なんか周りが結構そういうこといろいろやってたから、うん、やってた、うん、なんか私地味なことしか言ってないなって思って帰った記憶がある。そうだったの。うん。へえ、興味深い。ね、なんかさ、うん、パーテーションでさ、二つに分かれててさ、うん、なんか同時進行だったじゃん、二つのグループが。うん、だからめちゃめちゃ騒がしくて、なんかめっちゃごちゃごちゃしてて。そうだったんだ。そうだった記憶がある。あ、そっか、うん。でも私は実はめちゃくちゃ最後の番号で、後ろから二番目だったの。あ、そんな遅かったんだ。だから最後の組だったから、あの、一つしかなかった。あ、じゃあ同時進行じゃなかった。じゃなかったから、そう、静かだった、ね、中で。逆にね、ちょっとあれだったけど、緊張したけど。そうそう。だからさ、自分が終わってさ、他の人の待ってる時にさ、うん、もういろんなさ、うん、なんか特技を披露してる音だとかさ、そうそう、なんか今ここの自分の隣の人が喋ってる声とかが、いろいろ混じり合ってて、うん、ああ、私は今なんかすごいところにいる。いや、ほんとだよね。思った。しかもね、有名な方もなんかちょっといたりしてさ、審査員にさ、ああ、ね。そうだったっけ？いや、いたいたいた。あ、本当に。多分辻谷さんとかもいたしね。まあ、マジで、うん、もうあのさ、最初の自己 PR の時はもう何も見てなかった。もう緊張するよね。そうそう。もう誰がいるとかもう何も思い浮かばない。うん、はい。あ、じゃあちょっとアルバムの話に戻るんですけど。オーディションの話を。そう、めっちゃオーディションの話。そうそう、まあ、強いって言ったらやっぱりね、オーディションってことだよね。うん、いろいろあるけどね、他にも。そうね、やっぱ原点っていうかね、そういう感じだからね。はい。はい、ということでアルバムなんですけど、はい、あずさちゃん今回作詞も担当されているということで。そうなんです。2曲 ?2 曲。おー。やりました、やりました。そう、うまくいかないものですと、はい。I can't live without you. そうです。なるほど。うん。なんかそううまくいかないものですってめっちゃあずさちゃんらしい。そう、なんか日記みたいになった。なんかあれだよね、うん、あのさ、歌詞のさ、なんかこうブロック分けみたいなのがさ、うん、なんか、あの普通の曲より細かくないっていうか、なんかワンブロックみたいな感じ。でもあれなんだ、あなたの子私知らないね。え、そうなの？私が提出したやつは、うん、開けてたの、ちゃんと。あ、開けてたの？ B メロって、うんうん。でもなんか気づいたらくっついてたの。くっついてたね。そう、なんでなんだろう、あれ。やっぱこう、日記感、日記感だったの。日記感かわかんないね。あれ不思議だった。ね、ね、うん、なんか、あずさちゃんのなんかその、ちょっと、性格というか、うん、まさに。ほっとけない感じが、いやいや、なんかすごい。ほっとかれてますよ、結構。ほっとかれてます。ほっとかれてます。でも、うん、なんかこう、ね、なんか、なんか自立したいじゃないけど、なんかそういう気持ちとかもなんか、うん、ああ、なんかあれ別の曲かな、いやいや、多分、いや、そうだと。この曲。いや、でも、うん、なんか、そうね、でも強く歩いていきたいみたいな、なんかそういう系のなんか。そうだね。ね、なんか、あったよね。嬉しいです。自立、でもしました。あ、曲名は、なんかその決めないで、とりあえず歌詞が全部できてレコーディングして、うん、その後に、あの、曲名どうしましょうかってなって、うんうん、で、いろんなその歌詞の中にある言葉を、うんうん、なんかこうバーって、箇条書きにして、うん、その場にいる人たちで多数決取ってこれになった。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、じゃあ、タイトルは最後に決まったんだ。そう、いつも最後です、私。あ、そうなんだ。そう、決まらないんですよ、タイトルが。タイトルも難しいよね。難しい、難しい。全然やっぱり。あやこちゃん作詞とかしないの？しない。
なぁ、ソクト。しないしない。しないよ、たまには。いやいやいや。なんかよくできるよね。なんか全然できてない。思い浮かばなくない日記だもん。できてないよ、私。いやいや、もう日記でもさ、やっぱ歌詞になる日記とならない日記があるわけですから。そんなことないよ。みんな聞きたいよ、あやかちゃんのさ。いやいや、もう世に出せないです。ほんと？世に出せない。出せないのも面白いよ、逆に。あ、ほんと？私、ほんとブラックなことしか書けないから。いや、書いてほしい。これを機に、これを機に。なるほどね。本心よね、本心。本心。まあね、うん、やっぱこうね、歌詞でこそなんか表現できるものとかもあったりするからね。そうそう、ね、もう一曲はさ、タイトルが英語じゃない？うん。あの、やっぱ英語が好きだから英語にしたの。いや、違うわ。違う違う。そんなことないの。そんなことないのよ。そんなこともない。そう。まあ、いろいろありましたな。ありましたか。はい。でもやっぱこの曲って結構なんかバラードだったじゃない？うん。I can't live without you という。うん。そう。やっぱあさちゃんこうやって綺麗だなって思った。通ってるというか。本当？うん、嬉しい。素直な声だよね。そんなこと言ってくれるの？なんで？ありがてえな。今日いい日になった。マジでやりづれ。そう。あとね、ちょっと私の、この、今回話したいやつがさ、うん、あって、あの14曲目のコラ歩きっていう、はい、あの曲なんだけど、コラ歩き。そう、忘れらんねえよさんがね、すごい好きなの、うん、私実は、うんうんうん。バンドのね、はい、あの、の柴田さんが作詞作曲してくださってる曲で。うわー、嬉しいねー。そう、もうね、めちゃくちゃね、いい曲で、ほんと。そう、もういい曲すぎてやっぱ最後に持ってきてしまってね。あー、うん、でもすごい最後感あってよかったよ。そう、でなんか、実は、私の、あの、キャッチフレーズの明るく元気に後ろ向きって、うん、あやかちゃんと一緒に、やってた初めてよのラジオでできたキャッチフレーズだったの。そんな昔だったっけ？そうそう。それをね、今回めちゃくちゃ入れていただいて。あ、そうだね。めっちゃ入ってたね。歌詞に。そう。だからちょっとね、この番組で流したいなと。あ、じゃあ、早速、聴いていただけますか、うん、じゃあ。ありがとうございます。じゃあ曲振りお願いします。はい、柴田さんに作詞作曲していただいた曲です。それでは聴いてください。はい、ということでコラ歩きを聴きいただきました、はい、ありがとうございます。なんかいいね、なんかザ・ロックって感じがする。柴田さんはすごいね、やっぱり、ね、なんか自分がこう、うん、育ちながら聴いてきたロックっていう感じがして、そう、ね、なんかこう王道な感じがして、そう、いいよね、王道のさ、ストレート、そう、いいね、シンプルでさ、かっこいい感じが好きで、ね、私もでさ、うん、最後にさ、なんかあの、なんて言うんだろう、あれ、こう歌詞にない、なんかイエーイ、あー、そうそう、フーみたいな、フェイクみたいな。フェイクみたいな。そうそうそう。あれめっちゃ入ってんじゃん。そうそうそう。いや、嬉しい。もうそれもでも実は柴田さんが、うん、デモをね、歌ってくださってて。そう、もう、カホ、カホ。ずっと聞いてる。そっちばっか聞いてる。でその時に作ってくれたフェイクのメロディーのまんまで、あ、そうだったんだ。だからあの真似して歌ってるんだけど、へー、ね、そのフェイクのメロディーすらちょっとなんか泣けるというか、うんうん、ね、切なくていいメロディーで、ね、心に刺さる感じだった。本当にもう大切な曲になりました。そうだね、うん、すごいフィナーレ感があった。じゃあメールがね、まあ、全然読めていないのでちょっと読んでいきたいと思うんですけど、ラジオネームマグロさんからいただきました。ありがとうございます。ハッシーとゲストのあずさちゃん、こんばんは。こんばんは。先月行われたニーチで、あずさちゃんがエメさんのアカネサスを歌い、うん、ハッシーがあーじゃじゃーん楽しみにしてるねーと、あー本物だ。あずさちゃん、いや、もうちょっと熱いよ、もうちょっと熱いよ、あずさちゃん楽しみにしてるねーって言ったんだよ、うん、そう、あずさちゃんのことを激励したというエピソードがブログで紹介されていましたね、うん、エメさんはお二人が共通してお好きだということですが、うん、エメさんの他にもお二人が共通して好きなアーティストさんはいるのでしょうか、うん、お二人の熱い好きなアーティストトークをぜひお聞きしたいですといただきました。そうだね、この間歌わせてもらってよかったよ。いや、なんだそれ。いや、嬉しかった、なんか、そうやって、なんか、楽しみにしてるねーって。楽しみにしてる。そう、言ってもらえてね、嬉しかったし。あと、なんだろう、好きなアーティストで。なんだろう、さゆりさんとかじゃない？あー、確かに、さゆりさん好き。ねえ、いいよね。あと、リサさんとかかな。そうかもしれない。リサさんも好きだし。うん。他に、他、なんかあったっけ？他、あんまさ、うん、バンドの話とかしなくない？あんまりしない。しないよね。うん。うんうんうん。なんかこういう時にカバーとかして、うん、あ、実は私も好きなんだみたいな、ことになるよね。確かに。うん、あの、うん、ユニゾンさんの曲を歌った時に、うん、
あの、あかねちゃんじゃない、これ。あかねちゃん。誰あかねさんと混ざった。あかちゃんが、ああ、いいよねって言ってくれた、時もあった。前、前回のアニーチか。歌ってたね。うんうん。で、今回はあやかちゃんが歌ってた。あ、そう。今回は私が歌ったけど、前回はあさちゃんが歌った。そう、ビターステップ。ああ、シュガーソング、ビターステップ歌ったのか。そうそう、歌って。ね。そうそう。じゃあ、ユニゾンも共通してるのか。そうだね。うんうん。ユニゾンは、ユニゾンいい。ね。え、最近熱い人とかいるの？あやかちゃんの中で。最近熱い人誰だろうな最近熱い、熱い。あ、でも、なんか最近、うんうん、なんかこう、雨ざらしさん。え？すごい聞いてる。え、知らないです、私。あ、ほんと、結構アニソンとか歌ってるんだけど、多分、あさちゃんね、好きだと思うんだ。あ、ほんと？なんか歌詞の感じ、世界観が、結構なんかこう、社会的なこと歌ってたりとか、なんか、わかるわかるみたいなね、なんかちょっと暗いの。そうなんだ。え、あやかちゃん、社会的なこと考えるんだね。社会的っていうか、うん、なんて言うんだろう、なんかこの世の中は、みたいな、なんか、こう、そうか、俺はもがいている、みたいな感じ、うん、そういう系。そうなんだ。がね、ちょっと好きで。うん、いいね。そうなの。でも、相変わらずもがいてるんだな、やかちゃん。いや、あなたもでしょ。なんか、明らかんとしてる気がする。明らかん。うん。そう。じゃあ続きまして、ラジオネームことのはさんからいただきました。ありがとうございます。ハッシーゲストのコルちゃん、こんばんは。こんばんは。コルちゃんといえば、去年の9月にハッシーとお泊まり会をしたとブログで報告されていましたが、去年だっけ？その時のことを今でも覚えてらっしゃいますでしょうか？うん、何でもお酒に酔ったハッシーがコルちゃんにべったりだったんだとか、うん、もしも覚えていることがあれば、その時のお話を聞かせ願いたいです。はい。いや、すごかったね、あやかちゃん。なんか、たまに、なんか、うん、忘れた頃にこの話題結構来る。確かに。ね。なんか前もなんか、文化祭とかで話したよね、この話。え？あれしてないっけ？待って、文化祭ってすっごい昔じゃなかったっけ？すっごい昔だっけ？あれは私が分かんないね。がいたのかな。もう、あやかちゃんだけがお酒を飲む。そうね、あさちゃん飲まないもんね。私は飲まないから。ね。そう。いや、でももうあれからね、うん、こう、一人でお酒を飲まないって決めた。誰かとお酒を飲むって、うん。そうした方がいい気がする。そうそう。うん、なんかこう、正常な意識を持った人と、あ、そうかもね。酔っ払った人がいると、うん、なんかもう完全にこう、写真撮られたりとか、後で悲しい目に遭うっていうことに気づいた。え、何それ？え、あさちゃんが写真撮ったじゃん。でも、他に流出したりしてないから大丈夫。流出はしないけど、うん、こう、次の日、こう、私が正常に戻った時にこう。本人に送りつける。そう、LINE にね、なんか私が酔っ払った姿がね、写真投下されてて。そう、だってずっと私の腰周りにまとわりついてるんだわ。だっていい匂いするんだもん。なんだよ、それ！なんか朝ちゃんちっていい匂いする。しないよ、あれ柔軟剤じゃない？柔軟剤かな、うんうん、そう、朝ちゃんもいい匂いするし、朝ちゃんちもこう玄関に、もうドア開けた瞬間いい匂いする。本当に？うん。え、わかんないですね、自分だと。羨ましい。なんか、私の家、うん、うんこの匂いする。いや、猫のせいじゃん。猫のせい。そう、猫のね、うん、もう家帰ってドア開けた瞬間、うん、あ、ふたそうんこしたな、みたいな感じ、うん。いや、いいよ、飼いたい、私も。猫、うん、ねえ。飼いたいです。はい、ということで、残念ながら、そうそう、時間です、はい。ということで、早いね。うん。ね、じゃあ、いろいろお話聞いてきたんですけど、はい。ツアーもあるそうで。あ、そうなんです。12月に、ツアー回らせていただきます。はい。大阪、上海、東京、ゼップダイバーシティで行いますので。すごい。なんかこう、透明半って来るのかなって思ったら。そう。上海。そう。間に上海入って。すごい、ね、初の海外でのワンマンライブなので。あ、そっか、ワンマンは初めて。そうそう。ちょっとね、まあ、緊張してるんですけど、うんうん、なんとかね、これを頑張って乗り越えて。うん、東京につなげたいなと思っておりますので。頑張ってー。はい、ありがとうございます。頑張って、今、何の曲歌うのかな、楽しみにしてます。あ、でも、完全に今回のアルバムを引っ提げてるので。あ、ほんと？たくさん聴いて、うん、遊びに来てください。私、ギミーシェルターブライトネスすごい好き。好きそう。そう、めっちゃ好き。そう、あずちゃんのね、うん、巻き舌がね、めっちゃすごいなって思った。いや、もういつかカバーしてください。いや、できないから、私、巻き舌。いやいや、やってみて。ダメだ、ダメだ、これはダメだ。じゃあ楽しみにします、はい、ということで、あさちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今回はね、ゲストに田所あさちゃんが来てくれたんですけれども、なんか久々にこう、対面してお話をしたと言いますか、こう、あんまり、やっぱ、最近ね、お互いに忙しかったりもして、こう、会う機会も少なかったので、なんかこう、ゆっくり、
こういろんなお話を聞けたのがすごい良かったなっていう風に思いました。